と色合いが人間散歩、第94回チャチャラチャチャラチャチャチャラチャ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 ラチャチャン、そんなね、あの陽気なベーシストにお越しいただいてます。藤村達也くん。はい、どうもこんにちは、 YouTuber の藤村達也です。こんにちは皆さん。 YouTuber のっていう YouTuber 枕をつけてるんやね。いや、別にどうしてもいいんですけど、なんとなくそういう感じで出てた方がいいかな。まあ、YouTuber やもんな。いやいやいや、あの関西で唯一の、唯一かな。いや、いますけどね、実際のところは YouTuber おるの他に。まあ、今います、います。誰？まあ、あのサックスの知り合いの人とか、まあ、本当に YouTube 頑張ってる人がいるから。そうかなり成功に巧妙に作り上げてる感じ。ありがとうございます。あ、そうそう、その人ほんまに。バテもせんな。まあ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 。で、もちろんベーシストなんですけども、ね、本当にあの動画をね、あの編集する作業も一応ね、株式会社を立ち上げまして、ね、かなりやっておりますんで。株式は入ってないですけどね、まだ全然。でも一応それを法人出して。まだそんな全然、ね、NPO も何も立ち上げないんだけど。でもゆくゆくはそっちの方でね、まあ、そっちもまあビジネスの一環としてね、うん、いけばいいかなと思ってます。いや、でも実際あのその編集をしてるところの動画を撮ってるやつもあるの。あ、それない、ない、それないです。さっちゃんはどういうふうに編集してるかっていう動画を上げた方がいいかもしれないな。おっさんが一人ごと言ってるだけの写真動画ですから。めっちゃおもろい。いや、それおもろい。いや、多分ねめっちゃおもろい。めっちゃおもろいやん。おもろいやん。言うてるだけの、多分なんか、うん、そこら辺のエロビデオと変わらんようなよくわからない映像になる。それみたい、みんなそれみたい。そういう独り言とか、はい、一人でモンモンしてるところをやっぱ見たいと思うね。ファンファン、はあ、だって出来上がりよりも、もうスマホはだから、ぜひそれをね、まあ、こうやってこういうふうにあの編集してますっていうのを、はい、ね、アピールしてもらって、そんな藤村達也君の、はい、幼少の頃の幼少の頃、はいはい、いかつい日記をね、紐解いていこうと思いますけれども、はいはい、でもお兄さんがいてますよね。はい、そうですけど、お兄さんとバンドやってましたよね。やってましたね。映像で上がってた。あれええな、俺あれ好きやね。あれね、あの小学校あれ、あれ中1ですわ、うん、あれ中 1, 中1。お兄さんが高校生。兄貴は高2です。お兄さん高2、高2よ、そんな時代のかな。そうそうそう。で、兄ちゃんのバンドには弾けへんかいと誘われた。まあそうか、そうですね、そうです。なっちゃんはその時もうやってたの？やってました、やってました。いくつからやってるのベース？小学校6年生です。なぜ？言われへん理由がありそうやね。いや、全然、いや、どんなエピソードでそれで一番こう、あの取れ高いいかなと思って。普通に、真っ正直に言うと。普通でいいですか？普通だよ。いや、単純に、あのまあ、兄貴と仲が良かった。すごい今も、うん、まあ、まあ結婚して子供いるから家離れてますけど、うんうんうん、まあ、単純に兄貴とすごい仲が良くて、ね、兄貴がギターを始めてたんですよ、うんうん、それにひっついてギターをやってたんですけど、なんかこうずっと同じことやってもおもんないと思って、なんか違う術はないかっていろいろ調べたら、まあ、ベースという楽器があると、うん、ベースという楽器はギターって弦6本あるんですけど、うんうん、この上低い方の4つがベースと、うんうん、まあ、オクターブ高いんですけど、うんうん、同じチューニングであると。でそれでパーっていろいろ聴いてそれでやってたら、ある日、まあ、その時にずっとボンジョビとか、うん、いろいろ洋楽を聞き出してたんですけど、うん、ある日ね、これミスタービッグを聞いたんです。はい。ってなって、ビリーシーンをね、まあそれで、あ、これを、それはちゃう。それは今のちゃうよね。今のはちょっと違うよね。どうですか、チャンネル数の視聴者の皆さん。スピレット放題わかりますか。こういうの聞きやすい。で、まあそのビリーシーンを見ましたと。で、まあ、それでベースをやろうかと思いまして、うん、で、そしてタイミングで、それあれが90あれば、5年かな、95年、ん？なんかその辺に、ヘイマンってアルバムが出たんですよ、95年から、ね、うん。あ、95年です、95年。うん、で、その翌年96年の4月に来日公演があったんですよ、うんうん、そこを見に行って、見に行って、そこでまたいいエピソードがあって、それは言わないですけど、恋やね、それ。いや、女絡み。いや、全然もめっちゃいいエピソード、これは喋りましょうか。あのね、そらそうやろ。あのね、今でも覚えてますけど、1990、あれは中1、じゃあ小6の時やから、96年、4月29日、月曜日のことでございました。うん、ちょうど大阪城ホールやったんですよ、うん、大阪城ホールね、うん。で、その当時、ミスタービッグってすごい人気やったから、うん、懐かしい話します。ヘイマエンっていうのは何枚目のアルバムなの？4枚目。4枚目。4枚目。
懐かしい話しますよ、うん、チケットピアノでチケット取りに行ったんですよプレイガイド、プレイガイド、うん、今やったらネットで P じゃないですか、うん、ネットで P でコンビニでバーン出せるじゃないですか、取りに行ってた時代、取りに行ってた時代ですよ、しかもあの朝の人気があるから開店に行かんと売り切れるから、うん、並んで並んで、でもね、ただやっぱどうしても奈良なんて家が、うんうん、田舎のチケットピアノそんなチケット回ってこないんですよ、うん、なんか一生懸命回転でブワーって買いに行っても取れたら立ち見なんですよ、それで立ち見やった、回転して30分ぐらいで、ちなみに何本値段忘れたらでも、ね、7、8千ぐらいだったかな、うん、そうな、で、まあ、まあそれまあ近くでええわと思って行ったんですね、うん、大阪城ホールって、まあ、こう楕円形があるじゃないですか、うん、ステージここなんですよ、うん、立ち見ってここなんですよ、うん、で立ち見の人ブワーっていたんですよ、こうやってこうやってガーッ、アリーナの一番ケツということだよ、アリーナの2階席わかります、アリーナってここじゃないですか、うん、スタンドがあるでしょ、ここスタンドのこの全部の座席のさらに後ろ、そこに何か段を作ってるってこと、なんかもういやただ単にあの電車の立ってる人状態、あ、そんな席あるの、そう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 、だからもうそれで人気があったからね、うんうん、そこ行ったんですよ、でまあ行ったけどやっぱりそんなに小学校生だから、うん、その身長高くなかったし、うん、行ったらねおっさんの背中しか見えないんです、うわーよく、このおっさんがビリーシーンやと思う、でまあ、それでバーンと音聞いて、わあ、そう音でかいな、ふーんと思って、じゃあ、たまんないなと思ったら、たぶんね、たぶん見舞いに来てたツアースタッフかなんかなのかな、分かんないですけど、ピッて来合って、ちょ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 って、ちょうどその時僕と、何人とその友達と3人で来てたんですよ。ちょちょちょ、見えへんやろう言って、ぺーってステージサイド連れてってくれて、うわぁ。それも、小学生がほんなら1人しかおれへんかった感じやな。そういう状況、だから小学生とその付き添いの高校生みたいな。で、それバーって連れてってくれて、まあ、ここで見ときっつって見てたら、ビリシーンそこにいたから。でそれで結構衝撃を受けた、だいぶと、ほんでのベースをやろうと、そうそうそう、ミスタービッグのビリーシーンのあれをやろうと思って、ミスタービッグのビリーシーンのシグネチャーモデルを買って、うんうん、もうすでに買ったんそれ、それを買ったのは7月の話です、めっちゃ早いな、早いですよ、 お年玉で、まあ、お年玉兼それとそれもいろいろエピソードがあって、女は中学の入学祝いという、うん、提案です、それが、だんだんなぜか誕生日になり、うん、で、ある人の私靴に前倒し、前倒ししたよな、新生橋のあの、まあね、これ見てはる人は、あの今でも懐かしいですけど、パルコの下に見切られて覚えてます、新生橋のパルコの下にあったね、 あったでしょ、あの時代、あっこ行って買った、あそこ行って、もう待ってて、これ欲しいねって言ったら、おかんが、おい、買わー言って、おばちゃん、工藤京都でしたよ、いや、工藤京都、うちの母親なんか、わりかしもなんかもう、ええから買ったらええんちゃうみたいな感じの人やったん で、 ああ そ、 で、ね、それで買って、うん、そっからです、ずっとそっからベース一つじゃんね、そうですね、他の楽器はやってない、クラブとかは吹奏楽部ですね、吹奏楽部は何してるの、コントラバスです、要するにベース柄です、ずっとだからその、うんうん、高校に行ったのも吹奏楽部目当てなんですよ、あ、そうなの、そう、それは譜面を読む勉強するためとかそういうことも含めて、いや、何このバックグラウンド、びっくりした、まあいいけど、いつも出してくれんね、はい、あの要はそのなぜかその楽器を始めた頃から、うん、すごいこうプロになるっていう意識があって、はいはいはい、でそのプロになるためにはスキルアップせなあかんと、うんうん、そのためにはベース弾いてるだけじゃ見るとベースのなんかこの先祖にコントラバスというものがあるやんけ、うんうん、ということで、じゃあそれを弾いてみたいと、それを弾くためにはどれが最短ルートかって考えずに吹奏楽部やんけってなって、吹奏楽部ってでも普通ないよね、ベース、ありますあります、あるの、コントラバスのあります、あるの、バイオリンとかチェロはない、ない、それは弦楽器、コントラバスだけあるの、あります、それはね、アナリコス吹奏楽会でも結構それは深い話題なんです、あ、そうだな、なぜ吹奏楽って言ってるのに一人だけ弦楽器がおんねんという、うんうん、そういう話はかなりこれはね、他の吹奏楽系の中でもかなり何、うん、いや、なんでやろみたいな感じ の、うん、あの話にはずっとなってて、でもこう明確な理由ってまだはっきりしてない話なんですよ、でも明らかにいるといないのではサウンドが違うんですよ、おらんかったらチューバとかでやるの、そういうことです、だからチューバが一番最低音になってって感じですね、うん、だからチューバとコントラバスと同じでやっぱどうしても響き方が違うから、うん、チューバの音っていうのは全然素晴らしいことなんですけど、うん、やっぱちょっとこうベッっていう感じのちょっと響きにくい音がする、ね、そこにコントラバスとかのちゃんと胴鳴りがするからちょっと余韻がつく感じ、なるほど、ね、だから実際音量全然聞こえないですよ、吹奏楽の中においてコントラバスはマネジはすこまへん、あ、でもクラシックですもの、なあ聞こえへんな、でしょ、うん、
でも、でもちゃうんだ。だからね、これを見てるの吹奏楽部でコントラバス聴いてる皆さん、大丈夫、君たちは存在価値があるから先輩やから、またよかったら聴いてください。あんまコントラバス弾いてないですけどね、今ね。弾いてないの？あんま弾いてない。え、弾いてるやろ。なんで？え、弾いてないの？あ、シャイがフレットレスにしたからっていう、まあ、っていうのもありますし、うん、めんどくさい。いや、あのね、めっちゃきつい腱鞘炎になったんですよ、この形が。いや、これでね、肘とかこうバーンってやって、うん、だからそれでなんとか戻して、でもやっぱり今パッて弾くじゃないですか、うん、こう普通の瞬間は弾けるんですけど、うん、それ弾いて何時間かすると僕の辺に鈍い痛みがわーってくるから。原因は分かってるの？多分弾きすぎ、練習しすぎ。それはよくないやん。弾きすぎと無理な一個とやりすぎ、うん、無理な、めちゃくちゃ難しい練習ばっかりして、まあ、練習、まあそうね、まあまあそうですね、アホな練習を言わせるかな、すごくマニアック。まあでもそれぐらい戦闘はやっぱこういうね、レベルにやっぱ増さないですよね。いや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 、だっても世界に飛び立つ日がもっと来るんやね。飛び立つ日がずっと思ってるで、ね、ありがとうございます。いやまだまだね、練習勉強せなあかんこと多いから、うん、勉強せなあかんことばっかりなんで。何？いや、もっとジャズをちゃんと勉強しなきゃダメです。ほんならこれ弾きやがる。そういうわけじゃない。ジャズっていう音楽の中身を、うん、楽器は何でもいいんですよ。もうこれ一本やね、だから今のところは。はい、フレットあるやつはほとんど使わない。そう、マジでそうですね。マジで使わない、うん、もうほんまにずっとこれ持っていってる、うん、発表会とかはさすがにフレットつけようかなと思うんですけど、うん、ね、それはなんで？そっちの方が明らかに安定するから。やっぱロックとかになってくると、うん、発表会っていうのはこっちが主役じゃなくて、うん、出てる人が主役なんで、うん、だからその人が違和感ないように演奏するってことを、うん、こっちのエゴは捨てなあかんなと思って、うん、だからそうなってくるとフレットがついてた方が聴、うん、いてる原曲のサウンドに近くなるんで。さすが。いや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 、仕事に。いや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 それなんで、ね、もう今30今年7年32年ぐらいやってるから。それだって32年、5歳から弾いてますよ。12やから25年ですね。僕は6歳で弾いてる。6年生、6年生6年生です。僕はすごいキャリー。いや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 、じゃあ今家で何してる？何してる？え、家で練習してる時以外で家で何かしてることある？ミニコピア練習になりますよね。いや、それはまあ音楽以外、音楽の話はね、避けといて。たっちゃんのだから音楽方面の話じゃないところで興味ある人は、自分はなんでそんなことしちゃうんだろう。YouTube 見てるか漫画読んでるかですね。YouTube はでも、ほら音楽系のやつ。え、全然。もうすごいジャンル。単純に多ジャンル。どんなの？エッチなやつを見る。かなり。そういう話題で YouTube NG なんで、バンされる。あ、そうなの。まあまあいけるけど、まあ、YouTube はまずエッチなやつ載ってないですからね。エッチなやつ載ってへんの？載ってない。それは違うサイトに行ってもありますけど。あ、ほんま。鈴木さんはそういうのばっかり見てるんですね。エッチなサイトのやつばっかり。エッチなやつは確かに出てけへんわ。出てこない。俺今一番ハマってるやつね、はい、ワニ対チーター動物同士で戦うやつ。あれ、あ、あれ見出したらどんどん上がってくるやん。意外と面白いですよね。思うな。だから今僕が一番よく見てる YouTuber さんは、うん、YouTuber さんって言い方が YouTuber ですね。さんっていう方ですから。あのね、素潜り漁師のマサルさんっていう人。素潜り漁師のマサルさん、めっちゃ面白いですよ。それまさか素潜りしてるだけの動画。いや、素潜りするでしょ、うん、で、つくでしょ、うん、それを自分で用意して食べるんですよ。だから その食べる内容もゲテモノばっかり。例えばどんなもの取ってるの？いや、でもその人が住んではるのが多分沖の選ぶ島とかなり離島、うん、だから南洋の方の魚やから、うん、ブダイとか、あ、ブダイとかね、なんかああいうちょっとこう、うん、こっちの本土ではもう出回ってこないような魚を、うん、サメとか食べたりとか。そ、美味しく食べてるとこを見るのが海魚な感じ。いや、あのね、うん、とにかく素潜りしてる映像も楽しいのと、うん、別にそのカニバリズムもそうなんですけど、あの魚のさばいたの血合いよって言うの分かります？血合い、中にこう魚さばくでしょ、うん、でこうあのね、こう内臓パカッて開くでしょ、うん、で内臓開いてバーって内臓を出すでしょ、うん、で背骨のとこに血のたまりみたいなのがあるんですけど、うん、それをかき出すんですよ、うん、それが一応楽しくて、うん、ちょっとやばいもん。だからね、あの、だからね、あの、別に飯食うとこは別に、うん、だからなんか例えばもう、ね、
さばかれて、うん、もうこうなったらもう普通にスーパーで売ってるような感じ で食っちゃえば、で感想的にまずいですねとか、うん、やっぱまずいねやっぱうまいねやなとか、うん、だからその非日常的な部分を見てるのが楽しいです。さばいて血を出してるところ、まあ、あの血抜きはしてますよ、もちろん現場で、うん、の電磁目とかして、うん、血抜きはしてるんですけど、やっぱり中に溜まってるから血がピッて出てきたりとか。その人は何度ぐらい上げてるの？この人はさすがにね、そのしょっちゅうは上げへんよ。いや、結構上がってます。冬場なんか潜れるとか。いや、南洋の方やから潜れるんです。あ、そう、関係ないな。で、ウエストスーツ作るから、なんか冬場でも3時間ぐらい夜潜るとかいう。すごいな。なんでそれを知った？それは結局 YouTube 特有のたまたま上がってくる、上がってきて、あ、こいつおもろいな、そうそうそう、面白そうやなって思って、うん、多分ね、それ結局僕ね、その、うん、マサロさんの前にタミヤンっていう人がいてて、その人の YouTube にクソハマったんだと思う。タミヤンは何すんの？大食い YouTuber。 あ、結構みんな好きやな。ただそのタミヤンがめっちゃ重いとか、大食いって例えば店に行って大食いメニューあるじゃないですか、挑戦しますけど、そのちゃんと自分で作るんですよ。あ、全部全部全部作って全部と自分で作る。そうそう、それだけので、しかもその料理のクオリティめっちゃ高い。それにめっちゃ困って、やっぱり触発されて食べたくなる感じ。量を見ると効きますね。だって昨日は上がってたんですけど、谷あのね、うん、谷やんあのメンチカツの船盛りですよ。メンチカツの船盛り、はい、あの骨に全部メンチカ ツ, メンチカツ。あ、そうなの？飯もついてんの？あのその谷やんのご飯の茶碗は、うん、おけ。それまさか一食もどうなんか、まあまあいろいろこう撮影の時の裏話をたまに喋ってくれはるんですけど、やっぱそのガチの撮る場合は、うん、1日ぐらい絶食しても完全に体がスクスクの状態でやっぱ食べるって言ってました。そうなんや。で普段はぶっちゃけた話そんなに食わへん、うん、でも胃袋のサイズはそれだけあるから、まあ、いつでも食おうと思ったら食える感じ。とかやっぱ当然その大食い系のイベントの外の仕事があるらしいから、うん、だからそっちとかで仕事と呼んでるやんね。そう、だからその人も大食いのタレントさんです、結局ギャラモードやってる。そうそう、外でも。だから YouTube の収入とは別にタレント収入もある。へえ、立ち会うのって一緒やん。別に僕全然まだ YouTube の収入ないですからね。ベーシストとしての収入なんですよ、おかげさまで。はい、YouTube の収入な、もうちょっとやる。まあまあ、ね、チャンネル登録よろしくお願いします。ね、で、鈴木さんのチャンネルは今、僕のチャンネルはね、さっきしたんですけど350人いてはるらしいです。うちのところより少ないじゃないですか。うちのところより少ないじゃないですか。それはそうですよ。そう、はい、きっちりしてるから。きっちり作ってはるからね。ありがとうございます。たっちゃんはね、ほんならベーシストとして、はい、ベーシストに伝えたいことあります。練習しようぜ。あ、そんだけ。いや、本当にその一択、本当に。なんかまあ本当に、どういったらいいですか、これ聞くよっていうやつなんか、とりあえずうちの YouTube 見てください。うちの YouTube 見たら、すぐ上手くなる。まあ、ちょっとストイックな練習のやつ多いですから。多いな。初心者見ても分からへんな。結構ストイックめ。だからうちのね、生徒とかもよく YouTube 見てくれるんですよ、うん、あれ無理ですっていう人とか。ほんまの初心者用に上げてるやつっていうのは、最初の方にあります。もう一番最初です。去年の1年ぐらい前に言ってたな、うん、にちょいちょい上げてますけどね、うん、優しく解説してるやつもあったよね、まあ、マニアックなやつもあるし。そうそうそう、まあじゃあな、まあ、うん、ベーシストに伝えたいことね、うん、本当に頑張って一緒に練習しましょうってことです。僕もまだ全然練習してるから、うん、そんな偉そうなこと言えないですからね。だからほんまにちゃんといい音楽聴いて、そのいい音楽をちゃんと真似して、それをちゃんと喋れるようにするっていう。今ちなみに何に一番ハマってるの？音楽的に聞く方で。聞く方ですか？なんかいる？これめっちゃええっすよ、みたいな。車でずっと響き落としてるようなやつとか。今ね、そんなにこうね、うん、がっつり意外と車の中で今ラジオ聴いてることが多くて。ラジオ？ラジオ普通にラジオ、そう、FM ポップですけど、まあ、もう何でも流れてくるやつとか。そう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 、かわいいみたいな感じで。あ、CD かけへんわ。そうですね、なんかまあその Apple Music とかで、うん、Bluetooth スピーカーでかけたりとか、うん、ですね。なるほどね。うん、
どこいますやなぁ、うん、ジャコはジャコはまあ聞きたくはない、いや、聞きたいですけど、まあ、うん、まあ、ジャコだよねって感じですし、もう別に今更だよね、今更ではないですけど、なんかそう、軽く聞く感じじゃない、まあ、ね、聞いちゃうから なるほどね、運転どころじゃなくなる、だからそうですね、車の中で流し聞くとしたらば、うん、ルナシーかな、ルナシー売ってる今アップルミュージックとか、あ、出てます、新作出てます、新作出てんの、でも新作出てるけど聞くのは僕昔のやつばっかりで新作ってあのメンバーで、あのメンバー、あのね、たったりせんと誰も、そういうこと、なんか日本のロックバンドってある意味それすごいですよね、グレイもそうやもんな、グレイも、まあ、X はヒデさん亡くなっちゃったけど、グレイも、ラルクも、あれかドラマ買ってるか、だからルナシーとかも、うん、まあ、止まっているプリンセス・プリンセスとか、うん、日本のバンドってメンバーチェンジしないでしょ、してない、すごいな、だからメンバーチェンジって大体解散するときでしょ、そうやな、ボーイとかもそうやし、ボーイもでも、メンバーチェンジして解散したらちゃうよ、いや、結局、あれ、いや、活動休止っていうだけの話でしょ。あれの、そのメンバーのままに解散したんですか、そうそうそう、なんかブルーハーツもそうやし、あ、なんか、なんか日本のバンドって全然メンバー変わらないよ、考えて、やっぱ仲間意識強いじゃないですか、島国やから、民族意識ってありますよ、割なんてとか、やっぱりその、まあ、長くやってやる、まあね、ルナシーとかも、X とかも、うん、結局みんな幼いじゃないですか、そうそう、年齢近いし、そういうのバンヘレンはあれはどうやねんって話なんですけど変わりすぎる効果リストされてね、ただのバンヘレン以下みたいになりました、もうあの2人がバンヘレンやからな、まあね、うん、だから日本のバンドって全然メンバーチェンジしないロックやってる、全然やってないですよ、発表会ぐらいですよ、発表会ロックやな発表会が多分僕一番ね、ロックとポップスやるときなんです、発表会でロックを生徒が自ら選択してくれる、そうそう、だから発表会って結局その、うん、他の例えばギターの生徒さんとかが、うん、それこそマンオクとか、ラッドウィンクとかやる、うん、まあ、持ってきたらアイハイって言って喜んで弾くんですけど、うん、まあ、ロック面白いですか、うん、いや、嫌い、いや別に嫌いじゃないですけどめんどくさいよな、いや、めんどくさくもないですけど、なんかこうまあまあまあなんか趣味みたいな感じですよ、ロックは仕事じゃないもんね。まあね、まあ、そしたら今一番、はい、疲れるのはダイハードでしょ。まあそうかな、ダイハード。まあ一回呼んでいただいてって感じですけど、ね。ダイハードです、ね。あのおじいちゃんが、おじいちゃんが三平さんが。おじいちゃん三平さんだけ。りょうたくん。りょうたくんは同じ年？りょうたくんは二つ上です。あ、りょうたくんの上なんだ。そうそうそう。あ、三平さんも。だから三平さんリアル親父と同い年ですから。そうそうそう。年聞いてびっくりしたけど、びっくりしたでしょ、あ、でもまあ若く見えるよね、若く見えますよ、あの人は、ね、の髪の毛も今髪の毛も今あんな色やし、ね、服も一番派手やけど、そうそうそう、音もいいやん、でも大ハード大人気で、あちこち引っ張っていただいてお金さんもね、なんかまあね、もっとレベルアップしないとね、もっと面白くならへんから、ね、だから今ほんまにね、耳こびばっかりしてるんですよ、ダイハードって耳コピするの？いや、そうじゃなくて、自分の練習で、自分のレベルアップで、うん、録音して、いや、そういうことじゃなくて、今、純粋に、例えばチャーリー・パーカーでチャーリー・パーカーのフレーズとこう耳コピして、うん、でそれを練習してすごいな、いやいやいや、そうでもしないとね、僕はまだまだなんで、本当に、なんか本当に、まあ、秋があったら耳コピしてますね、うん、家で家で、あ、車で、僕ね、絶対もないから飽きないと無理なんですよ、ね、家とか、そのレッスンに行った時の、僕は職権ライオンさせてもらって、うん、5時からのレッスンで3時に行くんですよ、レイジュース貸してもらって、生徒君もずっと耳コピとか、その撮ったやつを練習して、ちょっとこう、バーって分析したりとか、ただの YouTuber ちゃいますよ、皆さん、本当に練習してるんです、いや、これぐらいですけど、ね、今日から行くのね、ね、指は動くからね、その内容がね、もっと良くならないと本当にあかんから。素晴らしいわ。いや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 。指は動くけどって多分みんな言いたいやん。指が動けへんってみんな言いたい。まあそこはね、それこそあれですよ。怪我するまで練習しましたから。さっきの検証じゃないけど、はい、指的な検証みたいなのもなるの、ね、指的には、まあ、バミ指はそこまでいかないですけどね、うん、
だから僕やった怪我は両手首の腱鞘炎でしょ、うん、両肘、テニス肘になりました。テニス肘っていうことは要はここの軟骨系がすり減って、すり減るでしょ。だから彼女は優しく解放してくれへんの、うん、そうね。いや別にあの、ね、ここは別にね、彼女減ったことなく自分でやるしかないですから、こうやって。あ、怖いの。あのこ要は、うん、こっち側の筋を伸ばすね。こっち側、だからここです。ドラマにしてこうやるでしょ。だからこの筋を伸ばしてやると肘が緩くなるから。ウォーミングアップは結構する。で、さすがにまあね、あの鈴木さんの前で言うのもないんですけど、年取るとやっぱちゃんとせなあかんなと思いますね。俺の前で。いやもうね、先輩の前で言うのもないですけど。年取ってるけどな。でしょ。やっぱなんかね、32、3年前かな。5を過ぎるかぐらいから、うん、あれちょっとウォーミングアップしてあんま動かへんなっていう。もうな、こんなもんじゃないで。何ですか。40超えて50に近づいたらこんなもんじゃないからな。やっぱりもうすぐ来るで。これ体だけはもう絶対大丈夫なんだけど、やっぱりほんま、うん、三平さんなんか多分話してたら、はい、言わはると思うけど、はい、ありえへんとか言いたかったりするな、はい、うん、そうだからその、うん、まあ、ちょっと今ウォーミングアップとかは、うん、あのまあ丁寧にやったりとかもしますけど、うん、ね、長く演奏しようと思ったらね、そうなんですよ、ね、まあまあ、まあ、今はメガネって今厚いか外してますけど、まあ、乱視がめっちゃきつくなる。それは前からちょっと目が悪かったから、うん、まだ老眼じゃないですよ。それ老眼です。これはまあちょっと老眼の話だけど、老眼の話だけど、これはあれやね、黄砂花粉病気やね。ああ、そうなんや。そう、大丈夫今の時。いや、ちょっときついですよ。痛いから、うんうん、まあ、おかげさまでそこはもう、ね、めっちゃ体には薬があるから。薬ある。まあ万人に受けるかどうかわかんないですけど、うん、もうだからその薬飲んで10年ぐらいはずっとその薬で市販のやつですけど、うん、めっちゃ合うやつあったから。花粉症シャットアウトしてるの。だから、まあ、その間に毎日飲んでますけどね。それは1月ぐらいからというと年から年中やっぱり1年中なんか結構いろんな僕花粉に反応するんですよ。例えば杉、ヒノキ、うん、秋とかでも飛んでるんですよ。インゲブタクサとかいろいろ、結構いろいろ反応するから、うん、なんか何にはなくてもなんとなく飲むようにする。すごい気をつけてるね。いや、このめんどくさいじゃないですか。鼻ズルズルしてきたからすいません、鼻ズルズル申し訳ない。めんどくさいから、だから、うん、なるべくいけんちゃう、まあ最終的になんか、まあ、精神的なもんやと思うんですけど、うん、お守り的な感じで。いやでも正解も合ってないもんね。ね、もちろん締めに行きましょうか。すごい。ごめんな。いやいや、なんかすごいなんかふわふわしてる撮影やな。いつもね、ふわふわしてる。じゃあ英語と言うと締めて。英語と。すっごいなんか。そうですね。キャンっていう。じゃあやっぱり。うん、これかな。この動画がちょっとでも良かったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくね。次の動画でお会いしましょう。たっちゃんの動画を見てくださいね。よろしく。概要欄に貼って、概要欄って分かります？概要欄、いや分かんないけど。そういう時は、概要欄って言って、YouTube のこれ今画面、これ今画面だったら、あとでこれ確認してくださいね。ここ今画面映ってるでしょ。ここには三角形のボタンとか説明欄とかあるでしょ。それを押したら説明出てきてて、そこに例えば、こう今出てる人の YouTube のリンクとか、例えば鈴木さんの Facebook のあれとか、あのブログとかあるでしょ。あれとか貼るんですよ。そうしたら概要欄見てねって言ったら、ああこの人こんな、鈴木さんじゃあポンポコブログとかキンポコブログとか。キンポコブログね。ええっちゅうこと言うでいいの。今のはまあギリギリ。シュートまで OK。いやちょっと危ないけど、まあ、言うてる人はいいですけどね。だからそういうのが、うん、ありますよということで。そうするともっとこういろいろ。さあ、タッチャーのやつはほんならそこに書いてたんやね。だからその概要欄の作り方わかります？まだ聞くわ。はい。YouTube から達也、YouTube も、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。